いらっしゃいませ。サンロードの花園です。本日もサンロード下原田店よりお届けいたしますよ。本日12月6日サンロード下原田店では大創業祭2日目となっております。ただいまのお時間朝の10時ぐらいなんですけども、まだですね霧が若干かかってるような感じですね。もうこれからだんだん霧がですねかかってくるような、そんな季節になってきました。まあそれはいいですけどもね。ということで本日はですねサンロード下原田店大創業祭2日目の様子お届けしようと思います。本日もですねお買い得食品いろいろとご準備いたしておりましたよ。お魚コーナーにおきましてこちらのですね大きな真っ赤なエビフライ、こちらも大きいエビフライなんですけど6尾入りましてワンパックなんと550円とですねかなりお買い得でしたよ。こちらですね明日6日日曜日最終日もですねこちらこの値段で販売いたしますよ。その他にもですねこちらのシーフードミックス、こちら 1kg 入りましてなんと880円とかなりお買い得ですよね。こちらも明日までとなっておりますよ。またですねお米も大変お買い得ですよ。こちら人吉熊の日の光、こちらのお米ですね5キログラムタイプが1袋の1680円、10キロタイプがですね3280円と、お米は大変お買い得ですよ。こちらのお米もですね明日6日までの価格となってありますよ。またお米はですね1000円越しておりますね。サンロードポイントも5倍ついて大変お得ですよ。サンロード下原田店の大創業祭もですねいよいよ明日6日日曜日までとなりました。明日6日日曜日のお買い得商品の一部といたしましてお肉のコーナーにおきまして国内産の若鶏のもも肉、こちら 100g あたり68円でご提供いたしますよ。唐揚げやお鍋に最適ですよね。国内産の若鶏のもも肉 100g あたり68円と大変お買い得ですよ。お魚コーナーにおきましてはキハダマグロのお刺身をこちら 100g あたりの280円でご提供いたしますよ。お野菜のコーナーにおきましては長崎県産のレタス、こちら一玉なんと68円でですねもうレタス大変お買い得ですよ。ということでサンロード下原田店の大創業様もですねいよいよ明日6日日曜日までとなりました。お近くのお客様も遠方のお客様もですねぜひ明日6日日曜日はですねここサンロード下原田店にご来店いただければと思います。明日はですねあの方がいらっしゃるかもしれませんよ。ご来店お待ちいたしております。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほらチャンネル登録しなっせ。